皆さんこんこにちは読みやすさの秘密基本の卓研詞シリーズというタイトルで15分ほどお話をさせていただきたいと思います。レックン講師の友ですすどうぞよろししくお願いしますさて今回はですねこちらですね。はい。えー、基本の卓研詞というですね、えー、こちらの本のですね使い方。 ますまずこちらの基本の「宅っけテキスト他のテキストと何が違うのかと、えー、言いますとまず一番の違いはこちら分割できるということなんですね例えばこれ、えー、今こちらにですね第1巻というふうにありますけれどもこれと第2巻ですねこう第3巻という形でう取り外しができるんですねで3分割になりますので例えば、えー、こちら ね、1> 第1巻が権利関係、第2巻が宅権業法、第3巻が法令上の制限となっておりますので、例えば法令上の制限の勉強しようかなーって言った時に、ね、これ分割できないとこの厚さのものをですね、持ち歩くことになるんですけれども、分割できますので、今法令上の制限の勉強しようって時には、まあ、このテキスト1冊だけ持ち歩けば、えー、法令上の制限の勉強ができるというですね、持ち運びに非常に便利というですね、そういう特徴がまずはあります。そして、 今度は中身の方なんですけれども、こちらですね、例えば、はい、どこのページでもいいんですけれども、こちらにしましょうか、はい、例えばですね、まあ、こちら、債務不履行というページをご覧になっていると思いますけれども、こちらですね、はい、まあ、重要度と書いてあって、その横に、攻略メモというふうにありますで。この攻略メモというのを一番最初に読んでいただきますと、大体のイメージですね。 こここのの大体どういうういいいとととを学ぶのかなというイメージが入ってくると思います例えば債務不履行っていうのは何かというと、まあ、約束っていうのは守らなきゃいけないんだけどもでもその約束を破ったらどうなるんですかそういったことについて書いてあるページですよというところが最初のこちらのですねつまり今何をこれから勉強しようとしているのかっていうところが、まあ、ここの攻略メモのところでまずは分かります。そしてこちら 本編のところなんですけれども、イラストですね。はい、文字だけでは分かりにくいところをイラストにして説明をしているというところがですね、こちらのテキストのもう最も大きな特徴だと思います。文字だけだとなかなかイメージが湧きません。逆にイラストだけだとなんだかよく分かんなくなってしまうってところもあるので、文字とイラスト2つの方面からやっていくと。 いうですね。こういうテキストになっております。そしてまあ、ご覧になっていただければ分かる通りですね。フルカラーですので、かなり読みやすいというところがあります。そしてこちらですね。まあ、少しなんですけれども、ちょこっとトレーニングということで、本試験の過去問、こういう問題が出てくるんですよ。というところ、それからですね。まあ、長々とした解説ではなくて、本当に一言で。 バンと、えー、解説を書いておりまますので、まあ、ちょっと長いものを読むとね、えー、うんざりしちゃうんだよなーっていう人でもこのぐらいだったら読めるだろうということでですね、えー、なるべく文字もですねまあ少なくなおかつまあ少なくしすぎると今度は分かりにくくなってしまうっいうところがありますので少なくなおかつ分かりやすくというですねそこのこう間をですね攻めていったこういうテキストになっております。そしてここちら欄外のところですね 欄外のところにはですねつまずき注意の前提知識という,う,うこういう項目とあとはこちらですねはいうですねこういういがありますでこの2つの欄外何が違うんですかって言いますとこちらのですね つまずき注意の前提知識こちらの方は言葉の説明とかですねあとは少しちょっと知っておいた方がいいかなっていう前提となる知識こういったものをですねここでまとめているという形です。そしてこちら ライバルに差をつける関連知識こちらの方は何かと言いますとこちらの方は、まあ、無理はしなくていいんですけれども余裕があればこういうところまで覚えておいていただけると、まあ、さらに高得点で安定しますよというところですねですので、まあ、本当に無理があればちょっとここのところは飛ばしで構わないんですけれどもやっぱりちょっと余裕があるんだったらこういうところまで押さえといていただけると完璧になるんじゃないのかなというところですねそういったものをまとめております そしてこのテキストなんですけれども、こちらですね、はい準拠問題集があります基本の宅研士の合格問題集ということで、こちらも同じように3分札化できるんですけれども、こういう形で分冊化できるんですけれども、こちらも合計300問ですね、権利関係100問、宅研業法100問、それから、えー、法令上の制限税その他100問。 という合計300問をですす。ね、厳選しておりますこちらの方もですね、まあ、こんな感じでですねまあ、えー、基本的にはその文字がバッとあって読みにくいっていうそういうところをちょっと避けようという企画でやっておりますはい、まあ、こんな感じで、えー、準拠問題集もありますですのでこの項目が終わったらここの準拠問題集ここの項目が終わったらこの準拠問題集という形でまあ、えー、並行して学習できるというところですねで結局ですね、やはは、りあの知識っていうのは 問題を解くことによってて定着していきますなのでその問題を解くっていうところのきっかけをどれだけ作れるのかっていうのはでかいと思うんですよね。なので例えばそのこの章が終わったらここまでできるこの章が終わったらここまでできるというようなそういう問題集を並行して使っていくっていうことは非常にやっぱり有利に働いていくと思います。はいで一応レジュメもあるんですけれどもねはい。 えこちらですねレジ,ュ、えー、レジュメのところでございますけれども、えー、お手元にある方はですね、えー、こちらのレジュメの方をご用意くださいあのないという方も映し出しておきますので、えー、こちら画面見ながら見ていただければ構いませんはいさあそれでは見ていきましょう「基本の宅軒誌合格テキストは」は宅軒誌試験に必要な必要事項を分かりやすく学ぶことを目的として作成されていますと。 はい、えー、こちらは先ほど申し上げました通りですね本当に分かりやすくというところを一番最優先に、えー、作っているテキストですそしてそうするとですねじゃあまあ分かりやすくするためにイラストとかも豊富に使っているそしてそうフルカラーで、まあ、文字もそんなにぎっちりっ書いてないとでそしてそんなに分厚くないそうなると次に考えてしまうのがこれでででですすよねそうじゃあこれで試験に対応できるんですかですよね。 そう、ここ、まあ、いくらね、分かりやすいっていう本だとしても、それが試験に対応できないっていう風になってしまったらね、えー、意味がないということになってしまいますので、それをちょっと見ていきましょうということで、こちらです。それのみならず、実際の本試験問題にも対応する力を養うことができますと。はい、宅検試験において基本をマスターすることがどれほど大事なのか、実際の本試験問題を通して見ていきましょうという風にありますけれども、えー、こちら、はい。 一応映し出しますけれどもこちらがですね2005年の問いの11番の問11番題ですねでもし皆さんの中でですねあのこちら基本の宅検けの合格問題集こちらの方がお手元にあるという方はこちらのですね問いの86番が同じ問題になりますのでこちらですねはい。 えー、基本の達研師の、えー、合格問題集の方をお持ちの方はこちら問題86番こちらを見ながら聞いていただいても構いませんまあもちろんあのこちらを見ながらでも構わないんですけれども、まあ、一応まあここは解くというよりもまあ検証してみるという形でございますのでまああのざっくりとした説明にはなりますけれどもこちらですね正解の選択肢が1番なんです、えー、誤っているものを1つ選べという問題で はい。誤ってるのは1番という問題なんですが、はい。これどういうことかと言いますと、こちらです。正解の選択肢は1ですが、なんでこの問題を出してきたのかと言いますと、この問題は、合格者の正解率が74.5%に対して、不合格者の正解率が32.9%となっています。カッレック調べというふうにありますけれども。ということは、この問題は、合格者はまあ、ほぼほぼ取ってる問題です。 でも、不合格者はほとんど取れてないという問題なんですね。で、そうすると、合格者と不合格者で分けるものになりますよね。そういうのが、まあやっぱり差がつく問題というふうになるわけなんです。でですね、こちら。例えばですね、この選択肢の2番からまいりましょうか。はい。2番です。B は歌詞を作り出したことに、 コインまたは過失がなければ、デイに対する損害賠償責任を免れることができる。これ正しいですか間違ってますかっていうと、これ正しいんですけれども、なんでですかって言いますと、これ、基本の卓研誌の合格テキスト、こちらにあります通り、はい、えー、ちょっと見ていきましょうか。選択肢2っていうふうにありますけれども、こちら、不法行為とは、 故意というのはわざと過失というのはうっかりですからわざともしくはうっかりによって他人に損害を与えることが不法行為なんですね。で不法行為を行った場合には損害賠償請求ができますということになりますね。 はい、隣の家のガラスを割ってしまったとか車で跳ねて怪我をさせてしまったとかですね、えー、こういった故意または過失ですねこれによって、はい、他人に損害を与えたら損害賠償請求ができるということはそうなんです2番です故意や過失がないならばそれは不法行為として成立しません不法行為として成立しないということは損害賠償責任は免れることができますよねということであこれってそうなんですね っていう風に見ていけるわけですよ。そして3番です。はい、C は、まあ、これ C はとか A はって書いてあるんですけども、えー、こちらはですね、C というのは何者かと言いますと、C というのは専用者というもんなんですね。それちょっと上のところから読み取っていただきたいんですけれども、この専用者さんは、 はい占有者さんは損害の発生を防止するのに必要な注意をしていればデ、えー例に対する損害賠償責任を免れることができるこれ○か×かということなんですけどもこれもこちらのテキストのところですねはい占有者と言いますのは損害発生防止に必要な措置を講じていたら免責されますよこれが選択肢3番の内容ですよということになりますねはい選択肢3番まんまのこと書いてありますね丸ですねはい そして選択肢の4番見ていきましょう。D が車の破損による損害賠償請求権を損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかった時はこの請求権は時効により消滅するというふうにありますけどもこれも基本の宅建詞の合格テキストこちらですね選択肢の4番。はい。加害者がお損害,賠、えー、損害賠償債務の履行地帯は不法行為損害発生の時から始まります。また損害賠償請求権は 被害者またはその法廷代理人が損害及び加害者を知った時から3年でにによりり消滅しまますすといい、う,ふうにありますね。はい、そちらの情報を押さえておけばこちらも丸だということが分かりますね。それに対して選択肢の1番なんです。で、この A というのは誰ですかって言ったら A は所有する家屋をう々ぬかんぬんというふうにありますので A は所有者さんなんです。 A は所有者さんなんなです。じゃあ所有者って損害の発生を防止するのに必要な注意をしていればこの損害賠償責任を免れることできますかっていう話なんですけれどもそれはこちらご覧くださいはい選択肢の1番と書いてあるところですねはい「占有者が、えー、責任を負わない場合は責任を負います」と「損害発生防止に必要な措置をしていても責任を負ってしまいます」と。 まあこういうのを無過失責任と言いますということで、そう損害発生防止に必要な措置をしていても責任は負うんですよね。ということは、はい、こちらになります。そうですね、選択肢の1番。必要な、えー、注意をしていても責任を負ってしまいますので、これがバツ。よって誤っているものは1番というふうになりますね。はい、さあ、えー、こちらの問題なんですけれども、こちらですね。 この基本の宅研詞合格テキスト、選択肢の1,2,3,4、すべての選択肢がこちらの方に記載されております。まあ実際のテキストはですね、こちら、えー、ここの部分ですけれども、ここの部分もこんな感じで。 カラーで、えー、載っておりますね。まあ、こちら184ページですけども、184ページ、実際はカラーで載っております。そしてこちらですね、下の覚えようっていうところでございますけれども、はいこちらのところも実際はカラーで、えー、186ページですね。まあ、こんな感じで載っております。はい でもちろん、先ほども言いました通りイラストだけってなるとやっぱり分かりにくいというところでちゃんと文字で、えー、書いてありますしその文字もまあ過剰書きでもちょっとって思っているところはですねきちんとこういう感じでですね、はい、吹き出しみたいな形で、ね、絵だけでは難しい部分には解説も載っておりますというところで、まあ、万全を期しております。これを しっかり学習しておけばこちらの問題は確実に取れる問題だということになりますねで、その確実に取れる問題でありながらやはり不合格者って言いますのはもうこういう問題正解できなくなってしまってるんですねこれが実情ということになりますなのでよく言われるんですけれども これで足りますかっていうこことよく言われれるんでですすねでこれで足りますか、まあ、一応足りるっていう量をですねしっかり入れた、えー、ものになっておりますし、まあ、それよりも何よりも基本をしっかり固めていけばこの達検試験って合格できます。 で逆に「いやこれだけでは不安だ」って言って手をいろんなところに伸ばせて,てあれもやるこれもやるいやこの知識も覚えなきゃこれだけではやっぱり足りないからもっともっともっとっていう風に増やしていって逆にこの基本のところで落としてしまうとそれこそ合格が遠のいてしまうということになるわけですね。でですのししっかりした基本を 確実に固めておくことそしてそのために、まあ、必要最小限のところに絞ったですねこういったテキスト是非ご利用いただきながらですね、えー、合格を勝ち取っていただければというふうに思いますそれではですね短い時間ではございましたが、えー、読みやすさの秘密基本の達賢詩シリーズというガイダンス以上で終了させていただきます最後までご視聴いただきましてありがとうございました